皆さんこんにちは。今回は科学的介護をご紹介していきます。介護業界のニュースを見たことがある人なら科学的介護という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。実は2021年度から本格的な運用が始まるのですが、実際どんなものなのかご存知でしょうか。今回できる限り分かりやすくご紹介していきますので、ぜひ最後までご確認ください。ケア協では毎日介護職の方向けに情報配信していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。また個別のご質問ありましたら概要欄のLINEからお願いいたします。コメント欄に感想もお待ちしています。まず最初に、そもそも科学的介護とは何なのでしょうか。そのためにまずは科学的という意味を改めて確認をしていきましょう。デジタル大辞林の記載によると、考え方や行動の仕方が論理的、実証的で系統立っている様、特に自然科学の方法に合っている様とあります。少し難しいですが、つまり論理や実験で裏付けをしている状態のことを意味します。このことを考えると、科学的介護とは論理や実験で裏付けられた介護ということになります。また特に日本においては、自立支援、重度化防止の効果を最大化させることができる科学的に裏付けられた介護を指しています。でもちょっと分かりにくいですよね。具体的なメリットの例をいくつか見ていきましょう。まず一つ目のメリットは、ケアの正解が見つかりやすくなるということです。皆さんはケアの内容を考えるときに、次のようなことになって困ったご経験ありませんか。ケアの方針を考える会議の際に、職員の経験上はこうなっている、研修では違う方法を紹介していた、本やネットにはまた別の方法が書いてある、というようないろいろな意見が出てしまった、そして結局結論が出ず、一人一人が考えるケアの方法をしてしまうというケースが発生してしまいます。この科学的介護が確立をした未来では、この人はこういう状態にあるから、このケアプランだと機能改善がスムーズに進む可能性が高いといったことが分かるようになり、いわゆる正解が見つかりやすくなります。2つ目のメリットは、 PDCA をスムーズに行うことができるようになることです。どんなに科学的介護が確立をされていても、一つ目のケアプランで機能改善や目標を達成することができるとは限りません。そこで、なぜそのケアプランがうまくいかなかったのかを考える必要があります。しかしケアプランがうまくいかなかった理由を考えることも簡単なことではありません。 PDCA で一番難しいのがこの点です。しかし科学的介護が確立をしていれば、うまくいっていない原因はここにある可能性が高いと客観的な分析を行うことができるようになるかもしれません。ここまで科学的介護のメリットをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。次は実際に科学的介護のために作られたデータベース、 CHASE、 VIGIT、 LIFE を見てみましょう。まず一つ目は CHASE です。こちらは2020年からモデル事業として運用が始まっているデータベースです。この CHASE は Care、Health、Status、Events という英語を短くしたものです。これは日本語に意訳をすると、高齢者の状態とケアの内容のデータベースです。高齢者の状態や介護記録、その時に気がついたことなどを集めるデータベースです。データを集め分析をすることで、先ほどのメリット、ケアの正解やうまくいかなかった時の原因を提示できるようにすることができると考えられています。2021年度の介護報酬改定からは、 CHASE に関してデータの提供とフィードバックを受けることを条件に、新たな加算、科学的介護推進体制加算が始まります。居宅介護支援を除いた全てのサービスで加算を受けることが可能となります。そしてもう一つ、実は VIGIT というデータベースがあります。これはこちらのようなすごく長い英語を短くさせたものです。日本語にすると、長期ケアのリハビリサービスのモニタリングと評価となります。こちらはすでに2018年から加算区分が作られているもので、通称訪問リハビリにおいて利用されていたものです。リハビリの計画書や介護記録などのデータを集めたものになっています。より効果のあるリハビリを提供できるようにするためのデータベースとなっています。そして最後に LIFE です。2021年4月からは、これまでに述べた CHASE、VIGIT といったデータベースを一体的に運用することが推奨されています。これに合わせて、これまで別々だった CHASE、VIGIT を総称して LIFE と呼ぶようになりました。 LIFE は Long Term Care Information System for Evidence の略称で、意訳をすると科学的介護情報システムとなります。
簡単に見てきましたが、科学的介護はまだまだ未完成です。これからデータを集め分析をしていくことが大切です。どんな未来が待っているのか期待したいと思います。何かご質問あればお気軽にケア庁の LINE までお問い合わせください。ケア庁では皆さんからの電話アンケートも実施をしています。抽選にはなりますが、ぜひご応募いただけますと嬉しいです。少しでもこの動画役に立ったと思っていただけたら、いいねボタン、チャンネル登録、ベルマークのクリックをお願いいたします。それではまた次の動画で、さようなら。